日本の民間人で初めて ISS 国際宇宙ステーションに滞在する実業家の前澤友作さんを乗せたロケットが先ほど打ち上がりました。ソユースロケットはカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられました。 ISS に12日間滞在し、一般から募集した100の実験などの様子をインターネットで配信する予定です。 ISS への滞在は民間の日本人としては初めてで、世界で10人目となります。前澤さんは出発前の記者会見で、宇宙飛行士でなくても宇宙に行けるのだというところを見てもらいたいと語っていました。前澤さんは日本時間の今月20日に地球へ帰還する予定です。